聖書を拝読します。第一コリント12の26から27までです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がたっとばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。アーメン。金の光聖火台の賛美の後、ジョス・ラボク氏が卒業 ずっと共感、三回目のメッセージを取り次ぎます。金の光聖火台の賛美と演奏に感謝します。 前回に続いて今日は疎中と共感3回目の時間です。前回は共感について伝えました。共感とは相手の立場になって共に感じることです。最近社会的に成功するために重要な要素である疎中と共に尊敬され信頼される人間関係になるために重要視されることが共感能力だと言いました。 それで共感能力を上げるためには、第一自分の堅くなな硬い心を打ち砕くべきですが、心が柔らかく優しくなるほど相手の立場を平安に役に共感できるからです。 第2に相手の立場と感情をありのままに受け止めるべきですが、そうすれば自分の感情や基準というフィルターにかけないで、相手の立場と感情をそのまま純粋に共感できるからです。第三共感したならそれを表現するために努力すべきですが、自分の心と感情を言葉と行動に自然に表現したとき、相手も一緒に感じるので、互いに共感をさらに深くできる、 共感がさらに深くできるからです。特に疎中と共感はコインの両面両量で切っても切れない関係だと言いました。 これは相手と心から訴訟すれば、相手の立場と感情と気分を深く共感できるからです。それで相手とどのくらい共感しているのかチェックしてみれば、相手とどのくらい訴訟しているのか、その程度が推測できます。また自分の強い枠を打ち砕いて、相手の立場で共感しようと努力して、 共感したことを言葉と行動に表現すれば自然に疎通はできると思います。それで今日は最後の時間で疎通と共感が調和した生き方について伝えたいと思います。まず、疎通と共感が調和した生き方になるなら、相手と 誠に一つになり、すべてのことにおいて共に苦しみ、共に喜び、一つになった各期間になります。 本文、コリン、第一コリント12-26から27。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。とあるように、私たちはキリストの一つの体の各機関です。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がたとわれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。とあります。つまり、苦しいことや、嬉しいことや、すべて、 嬉しいことも全て共に味わうのです。これは私たちがキリストの体の各機関であって、形と役割は違うけれど、それぞれ繋がっていって一つの心になっているので、嬉しいことも楽しいことも共にして、さらに互いに疎通して共感することです。人の体は頭から始まって腕と足と 腹部、内臓器官まで全体が血管と神経を通して繋がっています。まず血管は心臓から血液を供給されて全身に繋がっていて各器官と細胞まで動脈を通して栄養分と酸素を運搬,運搬して静脈を通して老廃物は回収して排射中、 します。次に神経は頭から始まって全身の隅々まで繋がっていて、自分の意思や外部の刺激と衝撃によって反応して体を保護し、命の活動を維持していきます。特にこの神経は全身につながっているので、どこかが痛ければ全身が共に苦しみ、どこかが調子が良ければ全身が共に良くなります。 例えば指一本でもひどく痛ければ体全体が苦しみを受けて食欲もなくなって体重も減ったりすることがあります。たまに事故や障害で脊椎や足や腕の神経に損傷した前の患者の場合、時間が長くなれば、 損傷したところだけではなく、他のところの機関も影響を受けて歪んだり不自由になったり弱くなったりします。それは神経で全身が全て繋がっているからです。生徒の皆さんは、キリストの体で各機関として、どのくらい周りの人と疎通して共感して一つになっているでしょうか相手にいいことがあったとき、自分のことのように喜びますか もしかして自分と比べて、上辺では笑っているけれど、心の中では嫉妬したり落ち込んだことはありませんかまた相手が罪を犯した時、どのくらい自分のことのように心を苦しみましたかもしかして人のことのように思って簡単に罪に定めたり裁いたりしたことはありませんか本当にキリストの体で書く機関ならば、相手の心におられる精霊の 悲しみと神様の心を感じながら一緒に悲しむことは当然ではありませんか。しかし、裁いたり罪に定めたりするなら、キリストにあって一つの体ではなく、違う体であり、他人と同じなのです。私はこの前、恵み深い話を聞いたことがあります。 周りの良くないことについて、神様の心で共感して、ただ善だけを追い求める一ン先生についてです。教会を離れたある団体のことで放送で報道されたことがあります。会議の中でそれについて話題になって話をしようとしたら、東海女職務大小石人牧師はそれを引き止めて、前、教会で忠実に仕えていた良い姿もあるのに、 うまくいくことを願っています。良くないことについてはここで話したくありませんと言われたそうです。愛する牧者を連想させる姿です。牧者も私たちの欠けているところや過ちがある時神様の心で自分のことのように悲しんでくださり、心を痛めてくださり、少しも悪い考えをしたり、悪いことを口にしたことはありませんでした。イースジン先生もこのような神様の深い 心を霊的に共感してていいいるのでも良いこと善だけを思っています悪いことは考えたり、口にしたくないと思う、その心の善を感じて、とても感動しました。それで愛は人の悪を思わないと聖書にあるのです。ところで私たちはどうでしょうか自分の基準から見るとき、相手に あま,まりにも良くない姿があるなら、神様の心を深く共感して心痛むよりは、むみに裁いたり地味に定めることはありませんか あんなふうに悪を行っているから、結局は必ず神様の懲らしめが望むだろう、神様が許さないだろうと口にしたり、そのように考えたことはありませんか私は去年このような話を聞いたことがあります。牧者が祈りの家におられるとき、いくら悪い人のことであっても、一度も牧者は、 その人について良くない話をしたことがない、いつも良いことだけ言っておられたということです。このようにボクさんの善とか神様の憐れみの心を深く共感しているなら、悪い言葉は、 口にしないでしょう。悪いことを言うなら、それは心の悪から出た言葉です。私はその話を聞きながら自分を顧り見るきっかけになりました。本当に神様の心を共感しながら相手について共感しているなら、以前良かったことを恵みを受けて忠実であった姿を覚えていて、その人のために祈るでしょう。 これが一つの体として各機関として疎通して共感する姿でしょう。相手を指摘する姿勢も同じです。御霊の9つの身の一つである憐れみは、むやみに指摘しない心もそれに含まれていると言われました。それでピリピり2の1から2にこうあります。 こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛のながさ慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と哀れみがあるなら、あなた方は一様を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、心しを一つにしなさいとあります。まず一節を読むと、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と哀れみがあるなら、とありますが、励ましと慰め、 交わりと憐れみは指摘することではなく相手のために良い意図ですることです。それでも二節を読めば、位置を保ち、同じ愛の心を持ち、心をあら合わせ、心者しを一つにしてとあります。つまり相手の立場を十分,こ十分に共感して、 同じ心を持って、愛を持って一つの心になり相手の立場で行いなさいということです。ところで皆さんは、まず相手の立場を考慮するよりは自分の気分や感情を優先して簡単に指摘することはありませんかそれは、疎通と共感の姿勢ではありません。それで今日は、疎通と共感の最後の時間で、疎通と共感の応用と実践編です。 疎通と共感が調和をした姿が日常生活でどんなふうに具体的に現れるのか例を挙げて説明しますので、恵みを受けますように。疎通と共感が調和するためには第一、心理の枠だけにこだわって押し付けてはいけません。 前回のメッセージの中で、疎中するためには、自分の気と枠によって生じる負の感情によって隔たりがあってはいけないし、共感能力を上げるためには自分の基準と枠によってフィルターをかけないで、相手の心と立場をありのまま受け止めなければならないと言いました。このように枠というものは、疎中と共感に邪魔になるものです。 私たちが御霊の意味に入るためには自分の木と枠を打ち砕かなければなりません。自分の木と枠の中で一番発見しにくいものが真理で作っておいた真理の枠と善の枠です。これが真理だ、これが善だと自分で悟って枠を作っておいたから発見することも難しいし、打ち砕くことはもっと難しいです。 愛する牧師は心理を水に例えて説明してくださいました。同じ水でも氷のように固定された枠を持ってしまえば、その形と大きさに合う器には入れますが、それより小さいものには入れることができません。しかし水は特定の形と枠がないので、四角い器にも四角い形で入れるし、三角の器にも三角の形で入れます。 霊的な使いの心も水のように自分を主張しないで相手に合わせる心です。ですから相手を抱擁して人質になるためには、 相手について、霊的な真理の枠だけを押し付けるのではなく、真理に外れていなければ、真理が与える自由と善の自由をもって、抗議をはるかに超える愛をもって、相手の要求を受け入れて平和を作らなければなりません。愛する牧師者は、罪については断行でしたが、真理の枠だけを押し付けるのではなく、時には真理による自由をもって、融通をもって、この教会を導いてこられ れました。例えば聖書では「安息日を聖なるものとせよ」とあり所実に売買講義を禁じる見言葉がありますところで牧師匠は信仰の弱い生徒のために彼らが所実外部で売買しないように教会の中に売店を運営するようにしましたまたメッセージのテープや信仰関連の本とキリスト教用品など販売する書店を運営するようにしました その利益金は、教会の財政になり、奨学金や施しのため、神の国のために使われました。また、手術、司教会の行事があるとき、本教会や他の司教会から参加した生徒が帰るとき、サービスエリアで夕食が食べるように、同会所先生はご馳走してくださって、講義を遥かに超える愛を持って生徒の皆さんが恵みを受けるようにしました。 いつかはレビ族の奥さんが銀行に勤めていたのですが、報酬で10日以上夫婦同伴で、同伴で海外旅行に行ける機会が与えられたそうです。手術を挟んで参加することになるから、 すぐ決定ができなかったのですが、これを知った牧者は、神様がくださった祝福だから、せっかく夫婦が幸せな時間を与えられた機会だから、行ってください。礼拝は旅行先で最大限インターネットで捧げてくださいと言ってくださったそうです。また、ノンクリスチャンのシュート名の70歳の誕生日を迎えて、家族全員が旅行に行くことになったのですが、 余命の本人は手術を守る信仰はあるけれど、同化女性生に相談したら、一生一回しかない、周到名、周到の 70歳の誕生日だから家族の平和のためについていくこともジェンダーと言ってくださったそうです。このように真理は枠ではなくて、水のように相手に平安を与えることです。ところが今もひど,ひどく保守的なあるキリスト教団ではピアノとギターは聖書に書いてないから、こういう飽きよ 弾くことは異端だと禁じているそうです。それなら聖書に世にある全ての楽器を記しておくべきでしょうか。支援50篇に書いてある、角笛、従弦のこと、縦とタンバリン、笛、シンバルなどがありますが、この他にもいろんな種類の楽器で心を尽くして神様を賛美する姿勢が重要でしょう。時には真理の優柔性も必要なのです。 ある教団の教会の伝道師が生徒に洗礼式をしたという理由で除名されることになったということもあります。死にかけている生徒が最後の願いで洗礼を受けたいと言ったからしたのですが、牧師だけができるという教団の方に違反したからだそうです。イエス様は 立法学者とパリサイ人たちに、お前たちは墓、井のんど、区民などの十分の一を収めているが、立法の中ではるかに重要なもの、正義と哀れみと誠実をおろそかにしているのですと言われたように。 目に見える立法にこだわるから、立法をくださった神様の心の深い善と愛をおろそかにしてしまった結果だと思います。ところで私たちは時には自分が正しいという心理の枠にこだわって、相手が自分の基準と合わないと考えれば苦手意識を持っていて、時には相手に対して敵対的で排他的な態度をとることはないでしょうか。 誠の真理の心は、相手がしていることが真理に合わなくても、人によって悟ることが違うし、悟ったとしても心が漢字に変えるまでは時間が必要だから、待ってあげる余裕があって平安な姿勢が必要です。 だから、批判的な態度ではなく、相手の立場で理解して彼が変えられるまで神様がねって導いてくださるから、委ねて、ただかわいそうに思って、よくしてあげなければなりません。これは融通をもって相手に合わせることができる疎通と、相手の立場をありまま理解して包容する共感が調和した姿です。 相手の話をするときの姿勢もそうです。同じように聞いても真理の枠だけを持って人を裁いてしまうことがあります。しかし、善の心で受け入れれば、 すべてのことを理解することができます。良いところだけ見るようになるし、恵みを分かち合うことができます。しかし、相手に対して苦手意識があって、相手の話を聞こうとしなければ高ぶってしまい、疎通することができないし、 ですから私たちは相手をありのままの姿で受け入れなければなりません。相手の欠けているところがあっても、その人の良いところを見ながら恵みを受け感謝する、その心の姿勢が重要です。無関心ならば、その人が何か話をするとき、それを聞こうとしないのですが、いつも関心を持って話を聞こうとしなければなりません。 相手に良くないところがあるのに、私にあれこれあだこだと言うのかと気を悪くするそういう姿ではいけないでしょう。自分が正しいと思っていることが全部正しいのではないのです。 私たちはいつも神様が教えてくださった善を基準にしなければなりません。私は合理的でせっかちな性格の枠があります。時には私は最善を尽くして相手が願う通りに合わせたのに、相手が満足しないでそれ以上のものを要求すると思うと、心が穏やかでなくなる姿を見てまだ、そっちと共感が足りない姿があります。私が最善を尽くしても相手がそれは違う というならば、そうかと思ってそのまま受け入れればいいのに、モヤモヤするなら共感できないのです。相手が何かを要求した後に考えが変わって他のことを要求するときも、相手の立場で理解して共感する姿勢で簡単に考えればいいのですが、そうでない時があるのです。 アイスリーボクシアは以前、あるメソジストの教会のリバイバル正解の講師として招かれていたのですが、その教会の担任牧師が食事をもてなすために、あるレストランに連れていたのですが、席を4回も変えて移されたことがあったそうです。 その時、牧師は、その度に聞き従って、おとなしく、聞き従って何回も席が移されても一度も嫌な顔をしなかった姿に、その担任牧師はとても恵みを受けたという話を聞いたことがあります。 私だったら、そうな、どうだったでしょうか。リバイバル正解の講師として招いておいて、こんなに無礼なことをするのかと思って気を悪くするかもしれませんが、オクシアは相手の立場を理解して最大限合わせて使える、疎中と共感の姿だったのです。このような訴中と共感は、相手を感動させるとても美しいものなのです。 卒業と共感が調和するには、第二、相手の言葉に最後まで耳を傾けて使える姿勢で抱擁しなければなりません。 全然コミュニケーションが取れない頑固な人は周りの助言も聞かないで自分の考えだけ主張して周りの人を困らせることがあります。私たちが互いに疎通するためには相手の言葉をよく聞いて、相手が不機嫌なことや行動をしても、相手の立場で理解して配慮して使える姿勢が必要です。ところで、 相手がしてほしいことだけを受け止めて行う姿勢は小国的な疎通であり、 相手の立場と心を配慮して、先に合わせて使えることは積極的な疎通だと言えるでしょう。このような積極的な疎通は、性格の違いを克服することにとても役に立ちます。例えば男性と女性の間の場合です。男性は普通単純で、女性の繊細さをよくわからないし、スト,ストレートに言うときがよくあります。それで、 夫が何も考えずに言った言葉を、妻は敏感に受け入れてトラブルを起こる場合があります。 良い意図で話したことがかえってあえての気分を害することもあるので、ストレートに言うよりは遠回しに行くことも知恵でしょう。しかしこのような問題を解決するためには、夫が妻の性格を把握して何か話す前に、この言葉がもしかして傷つけたり失礼なことになるのではと思ってもう一度考えることが重要です。 クリスチャンなら当然起動課題にして、そのために努力するなら、精霊が細やかに助けてくださるでしょう。もちろん善で知恵のある妻なら、夫の性格を理解して、単語の表現そのものを問い詰めるよりは、その中の良い意図を把握して恵みで受ければいいでしょう。生活習慣にも男女の違いがあります。 男性なら顔だけ洗って出かければいいのですが女性は化粧もして服もあれこれ選ぶべきなので支度するのに時間がかかります。買い物をするときも男性は適当に見て気に入ったらすぐ選びますが女性は長い間見てまた見て後で選んでもちょっと気になるところがあるならまた買えたりすることがあります。このような 男女の中の性格の違いを積極的に疎通して理解して共感してこそ関係が改善されて一つになるのに、互いに性格を無視して自分の立場だけを主張するなら関係は悪くなるでしょう。子供や障害者に対する時も同じです。子供たちには少しだけ強く言っても怖いと思うから、 子供の過ちを正すときも柔らかい,柔らかい口調で言い聞かせるようにしなければなりません。また障害者には無視されるような感じがしないように、なるべく明るく礼儀正しく尊重する姿勢で言わなければなりません。最近、韓国の若い MZ 世代の間に、老害という言葉が流行しているそうです。 老害とは老齢による弊害のことで、年を取ることで周りが見えなくなり迷惑をかけてしまう連敗者のことだそうです。組織や社会で幅を利かせすぎて、剣道が疎まれる高齢者あ、あるいは傍若無人な振る舞いによって、若者に必要以上の負担や迷惑をかけている高齢者などです。 若い MZ 世代は、疎通して共感してほしいと思うのに、親の世代は彼らの立場を聞いてあげて理解するよりは、教えようとして自分たちが生きていた昔の方式を押し付ける傾向があるのを、あるからです。私は息子に昔あったことを教訓として例を挙げて話をすれば、息子は、それが今の私たちと何の関係があるのと言っていました。 最近ある生徒さんの子どもさんの結婚式に参加しました最近の若者は結婚式の時新しい文化があるみたいです私は先週結婚式に参加したのですが 最近の若者の MZ 世代は、親の世代があれこれ教訓したり教えようとしたりすることを小言のように思うんだと思いました。それで結婚式の時も、そのように前だったら先生とか尊敬する人のお話をする時間があったのですが、最近はそういうのはなくなりましたね。 親の世代が若い世代と疎通して共感するためには自分の立場だけ話をしたり、年下の話を聞こうとしない姿勢を捨てなければなりません。互いに疎通して教訓する、共感する姿が必要です。最近の若い世代はクールな人、スマートな人が好きだそうです。 この前私は息子と話をしていて何か質問された時理解させようと詳しく説明したら息子は鬱陶しそうな顔で簡単に答えればいいのにどうして長々と言っているのかと言いながら時間を無駄に使っているように責めていました。私は後で息子がお父さんは若い自分たちが見る時もちょっとスマートに 振る舞ってくれればいいのにと言われて自分を帰り見ました。最近は生徒を訪問すれば、親の方々が子供とのコミュニケーションが難しいとよく言っていました。若い MZ 世代の立場と好みを理解して合わせればいいのにそれが難しいからです。親という自尊心があるから自分が何か謝りをしても、謝らない姿があるから子供たちはがっかりします。 西洋人はいくら過ちがあっても、I am sorry と言って、クールに認めれば互いに笑って、それでいいのですね。でも、親がすぐクールに認めれば、自分の過ちを認めればいいのに、それが難しいから、子供たちとのコミュニケーションも難しいのです。ですから、親として自尊心,自尊心を捨てて、過ちがあればすぐ謝って、話をする時も、 若い世代に合わせて簡単に答えをして、あとは子どもが説明が欲しいと言うならその時説明すればいいのです。これが子どもの立場を共感してそれに合わせる途中です。愛する牧ーは全ての人と卒業して共感していました。いつも働き人と生徒の皆さんの顔色を伺ってその心を詳しく調べて少しでも不満がありそうだったり誤解をするようなことがないように、 講談でメッセージで正確に説明して誤解を解け、誤解を解いて最大限合わせてくださる使いの姿でした。以前、配慮というメッセージで伝えましたが、東海女先生はいつも決裁の時、すべての部署の長をが参加して誰も疎害されないように配慮してくださいました。また、すべての部署の長が自由に自分の意思を表現して、 質問もするように、意見も言えるような雰囲気を作って、みんなが心から牧師を信頼する,するようにしました。これが師者の疎中と共感の調和した姿です。前のメッセージで、共感したなら言葉と行動で表現しなさいと言いましたが、表現するからと言って、決めつけや生半可なアドバイスをしてはいけないとお話をしました。 最近ある親が子供との話の中で、十分立場、子供の話を聞かないで、 助言してしまい、子供と菊尺になってしまい、すぐ謝って、また話ができたという話を聞いたことがあります。子供がある YouTuber の話をしたそうです。その YouTuber が一回のミスで大援助してしまい、大変な目にあったそうです。それを聞いた親はもっと詳しく聞いて、子供の心を共感すればよかったのに、そうしないで、 子供の話を最後まで聞かないで、自分が知っている心理を言いながら、上辺で見える姿だけではなくて、何か裏で悪いことをしたから、そんな結果になっただろうと言ったそうです。そしたら子供は何も知らないくせにそんなふうに言うのかと言いながら、お母さんとは話が通じないから、これからはもう話、話さないと怒って、 黙ってしまったそうです。この時親は自分の過ちを認めてすぐ謝ったそうです。詳しく話してほしいと言ったら、その YouTube について子供はこんな風に話をしました。あの人は良いこともたくさんして、本当に優しい人で良いこともたくさんしていた人にも、 いろいろ評判が良かったというのです。それを聞いて、あその子供はその YouTuber を認めて好きだったんだと思って、その立場を共感して慰めて、それで話がよくできたそうです。私たちは相手の言葉に最後まで耳を傾けて、その心と共感しながら話をするとき、相手と疎通できます。皆さんは周りの人とどのくらい相中で聞いていますか もしかして皆さんの話を鬱陶しいと思う人いませんか小さい子供でも使える心で低くなって最後までその話を聞いてその立場を共感するならどんな人とも隔たりがなく全ての人に認められ信頼されるようになるでしょう。 途中と共感が調和するには第3、状況に合わせて友事を聞かせる善の知恵も必要です。私はある生徒に、イエス様が今のこの時代に生きておられるならパソコンをしたでしょうかと質問されたことがあります。皆さんはどう思いますか されたでしょうかされなかったでしょうか私はこれを考えながら悟ったことがあります。それが神の国に必要なら、神様の御心ならされたでしょう。でなければしなかったでしょうということです。そして牧者ならどうなさったんだろうと考えてみました。牧者は魂の救いのために励まし、励んでいってそういう時間もないと思いますが、神の様の心なら聞き従ってされたでしょう。 しかし自分もしなくても神の国に必要だから利益になるから教会の中で伝算室を作って支援してくださり。 また子供たちにも勉強できるようにパソコンも支援してくださいました。このように真理にあっては時には友事が必要です。昔人々の心があまり悪くなかった時は心理そのもまま信仰を純粋に守っていても周りの人にあまり大きく問題にならない時もありました。しかし今の時代はあまりにも悪い時代だから周りの雰囲気や状況を考慮しないで真理の姿だけに 断るならば雰囲気も悪くなってそれによってのけものにされることもあるので時には優柔も聞かせる禅の知恵が必要なのです例えば学校で数学旅行に行ったり遠足に行った時歌を歌う機会があるとしましょうその時賛美歌とかコスペルを歌うよりは 歌謡曲でも歌詞の内容が良くて純粋な歌を歌うなら雰囲気を悪くしないでのけものにされないでしょう。道海道先生は見たの9つの実の中で入案について伝えてくださるとき、いじめをする人ももちろん悪いけれど、される側にも原因があるかもしれないから、その原因を見つけて解決しなければと言われました。 つまり自分の、自分はいい子にしていると思うかもしれませんが、時には空気を読んで、友情を聞かせて対処する善の知恵も必要だということです。今は世のものだからといって、ただ断ち切りなさいと教えるのではなくて、信仰によって自分を守るものの周りの雰囲気もよく把握して友情を聞かせて対処する善の知恵も持つようにしなければなりません。 昔は勉強ができる模範専用はみんなが好きでクラスメイトも従ったのですが今は仮弁とか言いながら嫌われるそうです。ある学校では模範生が制服のボタンをきちんとつけていればそのまま放っておくのですが勉強ができない子が制服のボタンを最後までつけている とと模範性の真似をすするる言いながら不良学生に叩かれたりするそうですそして実際にあったことですが、うちの業界で小学生の時まではサンビチームにも入っていた女の子が、中学校2年生の時から突然制服のスカートを短くして、また化粧もし始めたそうです。それでお母さんと喧嘩したこともあるそうです。 あとでその子が泣きながらこう言ったそうです。中学1年生の時は自分1人だけスカートが長くて化粧もしていないから友達も1人もできなかったし、昼食の時も1人でお弁当を寂しく食べていてとても辛かったと言ったそうです。これを聞いたお母さんはその娘さんを抱きしめて一緒に泣いたそうです。 そして、後で娘を連れて行って、良い化粧品を買ってあげたそうです。私はその話を聞いて、とても心が痛かったのですが、子供たちが信仰を守るのが難しい時代なんだと思い、親が真理の枠だけを押し付けるのではなくて、子供と十分疎通して、その立場を共感して、良い知恵を持って、融通を聞かせて導くべきなんだと思いました。以前、芸術学校で教師、 として勤めていたある青年部の兄弟が、関原として訴えられてニュースにも報道されたことがあります。後でその兄弟に話を聞いたのですが、教師として弟子のチマチョコリの帯紐を結ぶことを何回か手伝っていたのですが、それを見た他の女性の学生が嫉妬して訴えたのです。 東会女先生は、救められるためには、女性には、妬みというものが大きい問題だと言われたことがあるのですが、そのような女性の心理をよく把握して、自由を持って対処していたなら、そんなことは起こらなかったかもしれません。周りは、た、たまには周りの雰囲気をよく調べることができるセンスも必要だと思います。この前、教会で、全職員、 を対象にセクハラについての教育をしました。少しだけ気をつけなければ誤解されることが世の中にはいくらでもあるんだということが分かりました。最近社会で問題になっているパワハラも同じです。上司は部下の立場で彼らを調べて使える姿勢なら問題がないのですが、高い姿勢で大声で怒鳴ったり命,じ命令したりするなら、 職場のパワハラ上司ととして打たれることもあります私たちは相手の心を正確に読み取るセンスを備えた疎通能力が必要です。周りの人の心を共感して合わせる使いの姿勢がとても必要です。最近若者の間で人気があるという SNL というお笑い番組があるそうです。コミカルに時代と人物を皮肉る内容も 面白いのですが、若い MZ 世代の考え方とか言い方、行動などをよく表現しています。若い世代がいちいち口答えをする場面もありましたが、上辺では話していなくても心の中ではどんな風に考えているのかもそれを見てよくわかりました。そして最近の若者たちは、 会社の上司が気に入らなければすぐ辞めてしまうから上司が部下の顔色を伺うという場面もありました。私はそれを見ながら私たちも家庭で子供たちが何を考えているのか、また会社で部下と同僚たちが何を考えているのかを敏感に感じて正確にわかるならもっと気をつけるだろうと思い多くを帰り見ました。以前は 目上の人に不満があっても、子供や目下の人は、表情はこわばっていても、正確に言えなかったのです。でも、今は、目下の人が確かに自分の意思を表現して、自分の主観を持って言いたいことを言っている時代です。こういう時代なのに、 目上の人にただ聞き従いとだけ言うならば、それは目下の人の立場と心に共感できないということでしでしょう。親や目上の人はこういうことに気をつけなければなりません。友事が必要なところは食べ物とか服装にも適用されます。最近の若者は親の世代と好みが違います。また好きなスタイルも違います。院長先生は、 娘さんたちと疎通して付き合うためにいろいろ努力しているそうです。もともと油っこいものは好きではないのですが、娘さんたちと一緒に付き合うためにピザとかチキンも今は食べているそうです。ボクシャーも 教会学校担当の主のしもべに子供たちが好きな色とスタイルの服を着るようにと言われたことがあります。子供たちと疎通して共感するためには彼らの好みに合わせるセンスが必要だからです。だから時にはピザも食べられるし、服も シャレな服を着て、過ちがあるならクールに認めて、また長く説明するのではなくて、なるべく短くスマートに話せる良い知恵も備えるべきでしょう。そうしてこそ若い世代と疎通して共感できるからです。 結論です。疎中と共感は、私たちの弱さに同像してくださる主の心と、私たちの悪と過ちを自分のことのように心を痛めてくださった牧者の心のように、キリストの一つの体の各機関として皆と一つになるようにする美しいものです。疎中と共感、 課長はした人は、キリストの香りを放って、相手が心を開いて近寄るようにして、光を照らし、闇を知り添けて、相手を感動させ、変化の実を結ぶようにします。また、相手に合わせる使いの姿勢だから、すべての人に認められ、褒められて、相手の心を正確に読み取る良い知恵を持って、相手の心を買うから、成功的な社会生活もできるように助けるのです。 一番大切なのは、神様の深い心まで共感するので、精霊に明らかに導かれ、働きかけられて、いつも神様が共におられ、すべてのことにおいて栄えるのです。愛する生徒の皆さん、このような疎通と共感を所有したくありませんかそうするためには、第一に、死ぬの枠だけにこだわって落ち着けてはいけません。 第2、相手の話に最後まで耳を傾けて使える姿勢で受け入れることです。第3、状況に合わせて融通を聞かせる善の知恵も必要です。 それで世では、周りの人に認められ褒められて神様の栄光を表し、信仰にあっては、主に喜ばれる完全な善と愛を所有して神様にこの家なく愛され、神様の前に立った時はよくやったと褒められて、永遠に天国で褒まれと栄光を受ける皆さんになりますよ。主の皆によって祈ります。 聞いたメッセージを思い出して一緒に乗りましょう。愛と恵みの豊かな父なる神様、感謝いたします。今日、そちらと共感最後の時間で、そちらと共感が調和した生き方について伝えました。相手の話に最後まで耳を傾けて使える心で受け入れることと、そして、 心理の枠にこだわって押し付けることがあってはいけないこと。そして、状況に合わせて友情を聞かせる善の知恵も必要だと伝えました。この御言葉を心に留めて、私たちも主のように、牧者のように、そちと共感を調和した生き方をして、神様に栄光を捧げ、神様に褒められる幸いな生き方ができるようにしてください。感謝して、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。 涙の中おらる主愛の主それは命与える救いの